要最低限のもので生活する、それがミニマリストなので。はい、どうもショッピーです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今朝の気温が6度ということで、めちゃんこ寒かったです。はい、ということで、今回もですね、防寒バッチリ対策で、はい、お届けしますけども、ちょっとなんか日本語おかしかったですけど、はい、今日はですね、質問に、今日はですね、視聴者さんからいただいた質問に回答させていただくという動画になります。今回いただいた質問はこちらです。とても参考にさせていただいております。ありがとうございます。スーツケース一つになるのを目標としているものです。私はボディケア系の仕事をしているのですが、仕事関係の書類やノート、書籍を手元に置いておきたいのですが、かさばります。ショッピンさんはそのような類のものをどのようにされているのか知りたいです、ということですね。はい、ありがとうございます。僕もですね、仕事をさせてもらってますので、その仕事をする上で必要な書類だったりとか、必要な書籍だったり、持っておきたいな、みたいな本とかってのは、もちろんあります。NS さんもこの動画見てる時点でもやられてるとは思うんですけど、その書類をですね、データ化したりとか。で、僕も初めはそれやってました。で、やっていったらですね、どうしてもこれは取っとかなきゃいけない、もしくは取っておきたいっていう、紙で持っときたいみたいなものがやっぱり残ってきます。はい。僕の場合で言うとですね、財務関係のその書類だったりとか、あとは、メンタルノートですね。はい。ここら辺は紙で取っておかなきゃいけない、取っておきたいっていうものになります。例えばですね、この棚の上を見ると、知ったかぶっただったり、アルクトゥルスだったり、この裏にはメンタルノートなんかもありますし、こういう感じでですね、棚の中に入れてます。で、下を見るとですね、こういうふうに掃除用具があるんですけど、その奥に段ボールと、あと紙の束が見えるのがわかると思います。税理士さんから、その、経費精算書類だったりとか、そういったものは、5年だか7年かだか、取っといてくださいねっていうふうに言われているので、僕はもうこれ仕方なく、本当に仕方なく段ボールに入れて、こういう棚に、入れてます。で、あとはですね、シールいろいろ貼ってありますけど、この棚には、こんな感じで レシート類が全部貼ってあるんですけど、で、こうすることによって、もし税務調査が来た時でも、もう完璧なまでに、もうグーのでも出ない感じで、もう書類を入って出したいので、はい、こんな感じでまとめてます。なので僕の場合はですね、臭いものに蓋をするじゃないですけど、基本的にですね、棚の中にぶっ込んで終了って感じですね。はい。見えなきゃ OK! みたいな、そういう感じやってますけども、僕の場合もしかしたら NS さんと比べたら、まだまだ少ない方だと思います。NS さんもしかしたらもっとですね、もう僕のあの棚じゃ収まりきらないぐらいの量のですね、紙が、あると思うんですけど、あくまでもそれは、僕の仕事と NS さんの仕事は違いますので、NS さんの仕事で必要だっていう書類だったり本は、もうそれは持っといていいと僕は思うんです。必要最低限のもので生活する。それがミニマリストなので、人それぞれの必要なものの量っていうのは違いますから。はい。NS さんがもうできるだけ PDF 化していったりとか、これはもう本当にいらないなっていうものを、どんどん断捨離していって、で、僕のそのメンタルノートだったり財務書類みたいな感じで、いやもうこれはどうしても捨てられないってものがあったら、もうそれは必要なものなので、大切に保管をされればいいんじゃないかなというふうに思います。あとはその残った書類をかさばらないような、その整理整頓術とか、そっちの方になっていくんじゃないかなというふうに思います。僕の場合は、棚にぶっ込んで終了ですけど、もし NS さんが、例えばスーツケース一つになったとして、今日は北海道、明日は沖縄、その次は九州で、もうボディケアの仕事をするんだ、みたいな、ってなった場合、そうなったとしても、やっぱ、いい自宅っていうのは、あるわけです。はい。自宅っていうのはあるわけです。スーツケース1個で仕事ができるようになったとしても、自宅というものは存在するわけで、もうそれがなくなっちゃったらホームレスみたいな感じになっちゃいますから、自宅っていうのはあるわけで、で、かさばらないように収納されていて、で、スッキリした部屋が作れていれば、僕はそれで全然いいと思います。その仕事上必要な書類だったりノートだったり書籍っていうのを、もちろん手元に置きたい。これが必要だから手元に置きたいっていうのがあるので、それは全然置いておいていいと思います。なので、あとは、その、
あるものを、まあ、僕みたいにですね、棚の中にこうぶっ込んで蓋を閉めて終了でもいいと思いますし、あとはなんかその綺麗に整理整頓してもうすっきりした空間ができれば僕はそれで全然いいと思います。はい、まあ、これはあくまでも僕の、経験なので、もしですねこの動画を見ている他の方で、なんか私はこういう感じで書類だったりを整理整頓しますっていうのがあればですね、ぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいです。仕事っていうのはこうお金を運んでくるものであって、そのお金を使って家族を幸せにしたりとか、自分自身こういうパソコンだったり YouTube に投稿できたりとか、まあいろいろこうお金のおかげでいっぱいこう生活を営めているわけなので、もう僕はですねもう仕事にもうめちゃくちゃなリスペクトをしてるわけです。なので僕は仕事をミニマルにするつもりはありません。仕事はどんどん大きくしてもっと大きいお金をこう流していくみたいな、そういうことをやっていきたいので、まあ、なので、まあ、その仕事のために必要なものっていうのはちゃんと取っといて、で自宅に置いといて、で自宅の中でまあすっきりさせておけば僕はそれでいいんじゃないかなって思ってる派です。はい、ということでですね、今回も参考になりました。面白かったです。それでしたらぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。